こんにちは、ひかりです。ただいま帰りました。ということでね、こ何日かね、2、3日なんだけど、あの動画投稿とかね、できてなかったんですけど、兵庫県に行ってました。はい、普段はね、埼玉にいるんですけど、兵庫県にね、用があって行っていたので、まあ2泊3日、3泊4日ぐらいかな、行ってきたんだけど、そんでね、帰ってきたっていう感じで、はい、またね、動画投稿できます。はい、ありがとうございます。ということで、今回はね、その、兵庫にね、新幹線で行ったんですけど、その前にね、寄った、懐古堂でね、ちょっとだけ買い物をしてから行ったんですよ。ついでだから寄ってから行ったんですけど、懐古堂で、こんだけ買いました。はい。本当はね、もっと大きいものとかあったんだけど、ちょっとね、今回は、これそのまま関西に行くってことで、荷物になっちゃうから買わなかったんですよ。だからちっちゃいものだけ、はい。で、関西で遊び倒しました。はい。まあね、何買ったかっていうと、全部、ガチャポンのさ、HG シリーズってやつ。ミニフィギュアだね。を買いました。全部1個100円なの。懐古堂ではね、こう、吊るしてあるんだよ。いっぱい HG シリーズとか、ミニトイとかが。で、全部ね、1個100円だから、その中から選んで買いました。まずこちら。ババーン。これやばくない？これね、当時価格はね、300円で出てたらしいんだけど、これ組み立てたんだけど、めっちゃパーツ多いわけ、これ。このクオリティやばくない？これガチャポンで出てくるってありえないよね。これなんだけど、これ何かっていうと、一応これはね、多分ね、あれがあると思うんだよな。リーフレット。どれだっけな。ごめんね、ちょっと準備が悪くて。リーフレット持ってきたんだけど、リーフレットもね、ついてるやつとついてないやつがあって、これかな？これだ、これだ。これ、ウルトラマンコスモスの時代のやつだね。コスモス VS ジャスティス編だからね。HD シリーズ。これ多分ね、1個100、300円のやつだった気がするんだよな。確かほら、この辺が300円で書いてあるから、どうだっけ？これ300円カプセル商品とか書いてあるじゃん。多分これ300円だと思うんだけど、これ200円ってことはないよね。なぜかっていうと、ウルトラマンも、ウルトラマンだったら多分ウルトラマン系は100円、200円でもいけると思うんだけど、ね、300円にしたから一応ね、こういう、なんていうの？乗り物系もセットになって出てきたみたいだから、あ、でもジャスティスは台座付きか。こっちが台座の代わりになんか乗り物付きみたいな。で、怪獣系はね、これ名前、今のやつの名前は、グローカービショップってやつらしいです。はい。これやばい。あとこれね、これ。宇宙細菌ダリーっていうね、身長1ミリのね、やつなんだけど、まあ細菌だよね。なんと偶然それもね、全然知らなかったんだけど、近くに、多分ね、同じ時に入荷したんだと思うんだよね。だからそばにあったっぽくて、買ってました。はい、これですね。これもよくできてるよね。やっぱすごいよね。HG シリーズ。そして他には、これ。これリーフレットないんだけど、あ、そう、腕取れちゃった。ハリケンポリマーを買いました。これでもハリケンポリマーで合ってると思うんだけど、最近ね、DVD ボックス買ったので、海外版だけどね。ハリケンポリマーの HG シリーズ。これはね、この単品でした。やったーって感じ。これも100円。これちょっとね、正せるのにバランスがあんま、今、あんまり、あれなんだけど。でね、次がね、これはね、ちょっとね、よくわからないんですけど、これ。ババーン。おー、なんかね、見た目が気に入って買いました。こんな感じ。これね。これが何かっていうと、一応これはね、リーフレットが付いていたので、紹介できるんですけど、こんな感じ。特撮ヒーローコレクション70年代心を熱くするヒーローがいたってやつで、アイアンキングの怪獣なのかな、クリケット、シルバー仮面ジャイアント、200円、友人が出してるやつ、アイアンキングと戦ったのか分かんないけど、の怪獣かな、クリケットンってやつみたいです。はい、なんかスポーツの名前みたい、クリケットン。そしてね、あとこれ、ババーン。これもガチャポンですごい。まあ、パーツはばらけて入ったんだと思うんだけど、尻尾長くね？これすごいいいよね。これもね、普通に見た目が気に入ったので、ただただ見た目が気に入っただけで買いました。はい。何なのかは全然知らなかったんだけど、一応これもね、確か、これはリーフレットついてたっけな。リーフレット。これか。ウルトラマン。これかな？あ、これだ。これこれ。ウルトラマンコンプリートスペシャルってことで、多分ウルトラマンの怪獣全部出てんのかな。でもウルトラマンで、これは一応ね、
セブンのやつなんだよね。ガブラってやつみたいです。猛毒怪獣。これ当時いくらだろう。これね、書いてないんだよね。多分これ300円だと思うんだけどね。いくらこれ、200円とかないと思うんだけど。うん、これだからね。ただ、その時代って大儲けじゃん。いわゆるガチャポンで200円とか300円でさ、こんな HD シリーズのフィギュア買えるなんて黄金期だと思うかもしれないけど、今リサイクルショップとかでこういうのが今だったら100円で買えるんですよ。結構トイプラとかカイコ堂とかそういうおもちゃ系の中古店で100円とかホビオフとかもそうだよね。100円とかで買える可能性が結構あるんで、そう考えると本当の黄金期って今なのかなって気もしますよね。だから僕は幸せな時代に生まれたなと思います。はい、次ね、次はね、ちょっとね、あれ、リーフレットがね、ついてない状態で売ってたんで、もう何の怪獣かはもう全くわからないんですけど、単純に見た目が気に入ったので買いました。今パーツをね、組み合わせてます。HD シリーズってパーツがちょっと取れちゃうのがね、ソフビと違って、たまに傷というか結構傷なんですよね。パーツがね、分割してるからね、それがちょっとあれだよね。それがね、フィギュアとソフビの違いだよね。ソフビって結構取れづらいっていうか、ほぼ取れないからね。これ、ババーン。まあ、なんかのカエルですね。まあ、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いけど、まあなかなかいいよ。うん、なんか味のあるっていうか、いい感じなのじゃないかなと思います。はい。今日ね、紹介したやつはね、買ってからね、兵庫のね、アパートに持って行ったので、アパート、おもちゃがあんまないんですよね。うん、まあちょっとはあるんだけど、ほとんどないから、だからもうずっとこれで遊んでました。うん、3日ぐらい。こたつの上に置いて、そう、広々スペースでね、遊んでました。いいですね。かわいい。かわいいかな。でもなんかね、正せるとこうなんだよね。こう。あ、そう、場所があれだな。これちょっとデロリアンどけといて。こんな感じ。こんな感じです。正せると。素晴らしい。はい。ということでね、これが全部です。今回、カイコ堂さんで購入したのは、1、2、3、4、5、6点買いました。うん。600円ぴったり。イェーイ。消費税とかないから、ないっていうか、まあ、込みだから、600円ぴったりで買えるんですよ。うん。そう考えると、ちょっといいよね。かなりいいと思います。なんで、なんか、前回行ってからもう、1ヶ月半ぐらい経ったかな。だけど、HD シリーズのコーナーで、僕がいつも見てる怪獣系のコーナーなんだけど、結構数も増えてて、新しく入荷したのかわかんないけど、増えてたんで、あーと思って、これ前回なかったなっていうのを買いました。そう、前ね、パワード系のやつがいっぱいあって、あ、今度買おうと思って、次行ったら全部なかったの、パワード系が。多分売れたんだろうね。で、今回行ったらまたパワード系結構入ってました。ちょっと今回は買わなかったんだけど、ちょっと HG シリーズいいなと思うから、ぶっちゃけ仮面ライダーとかの知らない怪人とかでも、見た目がいいなと思ったら、どんどん買っていこうかなと思います。結構遊べるんだよね、HD シリーズ。うん。だからまあ、遊ぶ感じで、そうだね、遊ぶために買うかなって感じですかね。コレクションっていうよりは。だから、もう遊ぶ、うん、そうだね、大事に取っとくっていうよりは、もうガシガシ遊ぶって感じで、ちょっと仮面ライダーの怪人とか、うん。まあ、戦隊ものはね、敵キャラがあんまりないんだけど、まあ、あったら買うし、うん。戦隊とか、ライダーとか、あと、タツノコ系とかさ、まあ、あとよくわかんないやつとかも、なんかいろいろ、うん、HD シリーズ、うん、ウルトラマンとかも、なんか、いいなと思ったやつは、もうどんどん買っていこうと思います。100円だからね、うん。まあ、沼なのかもしれないけど、まあ、沼だとしてもね、どっぷりと使いたいと思います、せっかくだから。はい。よし。ということで、今回は、ね、2、3日かな ?3 日、4日間 ?3 日間ぐらいかな。ちょっとね、動画投稿できなかった理由と、理由っていうのは、まあ、兵庫に行っていて、まあ、ちょっと、まあ、アップできなくはないんだけど、ノートパソコン持っていかなかったから、まあ、あと、いろいろ機材とかも持ってってなかったから、まあ、いいかなと思って、投稿できなかったのは、そういうことなんだけど、うん。と、あとはね、その時に寄った、カイコ堂さんで購入した、おもちゃの紹介でした。皆さんもね、HG シリーズ、ちょっと見直してみてください。最近僕、どんどんね、好みがね、ちっちゃいのにね、こう、行ってる気がするんですよね。やっぱ、富方のと合わせやすいからかな。ソフビも昔は大きいサイズがさ、好きだったんだけど、これ800とかさ、もうちょっとちっちゃいやつとかなんだけど、それがさ、食玩サイズが好きになったりして、今はね、るんだけど、それから今度 HD シリーズとかもハマっちゃって。だからといって、でかいロボットとかも全然好きですけどね。
あれ買ってますよ。あの韓国のロボット、トボット。もう届いてるんで、まだ動画では一切紹介してないんで、ちょっとこれから紹介したいと思います。はい。ということで、この動画が良かったなとか思っていただけた方は、ぜひグッドボタンなど評価ボタンお願いいたします。それではまた。バイバーイ。